こんにちは、バイオリンルーチェの山本雅子です。この動画はですね、これからバイオリンを習わせたいと考えていらっしゃる保護者の方々に向けた動画となっておりますので、今年1年の教室の、歩みなどを、ご覧になっていただければいいなというふうに思っております。それではご覧ください。はい、いかがでしたでしょうか。バイオリンを習うということは、ただね、弾き方を習っておしまいではないということをぜひ、知ってほしいです。バイオリンを習ってどうしようか、どうしたいのかっていうところがすごく、違うんですね。そこの心構えがあるっていうだけで、大きな成長を、遂げることができます。ぜひこのお教室でね、習ってみたいという方は体験レッスンにいらしてください。またですね、遠方でこの教室に通うことが難しいという生徒様もオンラインでですね、レッスンを、しておりますので、ぜひそちらのオンラインの体験レッスンの方を、お申し込みくださいませ。それではお待ちしております。